山火事みたい。竹もめっちゃ綺麗になった。あと一息。まあ何も思い移るもんないし。すごいな。日が見えへん。あ、杉の木が燃えてる。全部燃えるんかな。まあ、しゃあない。ああ、燃えちゃった。でも、あの足元も燃えてきてるやん。次の木燃えた。まあ、あれ倒そうとしてたやつちゃう。でも、つる巻いて。もう切っても、切っても焼けるかもしれないな。そうや。でも、この調子で行くと全部燃えちゃうんちゃう。この調子で行くと全部燃えちゃうんちゃう。だって下がめっちゃ燃えてるもん。タッチはどこにおんの？逃げてる？タッチどこにおんの？逃げてるか？あの中におんのちゃうやろ。火事や火事や消防車。カチおった。おった？こっちにおる。もう杉燃えてんで。杉燃えてもた。うわ激しい。うん。杉燃えてるわ。燃えてんじゃん。まあな。2本ぐらい燃えたわ、あっこ。火事になってええけどな。うん。全部燃えたらもったいないな。すごいな、消防団ホースが届かへんから我慢していっちゃおうか、あれ。大人の火遊びやな。
めっちゃ燃えてる。もうカッチまだつけようとしてる、あそこで。もう杉燃えるから。まあ、なあ、でも下にも落ち葉がもう30年分ぐらい積もってる。まだ火つけてやる、火つけようだ、これすごいな、あれよう燃える草なんかな。笑けるわ。もう絶対あっこも杉燃えるわ、あれ。